それでは、文字列照合に基づく全文検索について自然言語処理研究室 B さん福島雅也が発表いたします。今回参考文献にしたのは、ここに書いてある2つの書籍を参考にしました。で、全文検索とは、1回目の情報検索のところで少し触れましたけども、与えられたキーワードに対して文章中から、キーワードと完全に一致する部分を探し出す技術です。ウェブ検索だ と、この方法は、遅いので、不適だってなってるんですけど、テキストエディターの検索コマンドやテキストデータベースの検索、スペリング検索、テキスト編集などに今は使われています。で、この技術は大きく分けて2つの方法が存在します。1つ目は文字列照合を用いる方法、2つ目は索引を用いる方法です。今回は文字列照合を用いる方法について紹介いたします。文字列照合に用いられるアルゴリズムについて説明します。キーワードが、単一の時と複数の時に分かれまして、単一の時には、クヌス・モリス・プラット法で、略して KMP 法が1つ、2つ目として、ボイヤームーア法が、BM 法というので、存在します。複数のキーワードで用いられるアルゴリズムは、A 法がコラシック法というのが存在します。まず単一のキーワードに対して用いられるアルゴリズムについて説明していきます。その方法に入る前にまず、最も単純な文字列照合アルゴリズムとして、シンプルサーチと呼ばれているものを紹介します。これはキーワードに対して、検索対象となる文字列を、これを、テキストストリングっていうんですけども、これを1文字目から、キーワードと照合していって、一致してるか確認していって、それで一致してるかしてないかを確認し終わったら、次2文字目からまた検索していってっていうのを繰り返していって、最終的に、テキストストリングの文字列がの残りが、キーワードの長さよりも短くなった時までやることになります。で、その例としてキーワードとして、このような感じ、キーワードがありまして、テキストストリングもこのような感じになっていると、まず1回目の照合であると、1から5番目まで合っていることになりますけど、6番目のところで A じゃなくて C と なっているので、ここには一致しないということで、次の2番目の方に行って、2番目だと最初 B なんで、最初から合ってないということで、次 3文字目の方に行って、3文字目の方でも やはり、A と C で合わないので、次4番目の方に行って一致してるか確認していくと、4番目から9番目までは一致しているので、そのテキストストリングにキーワードが含まれているってことで、4番目の A から始まるテキストストリング内の4番目から、キーワードが存在するっていうことが分かります。それで、また5番目を探していくと、B なので×、6番目を C なので×で、7番前で A が来ますけど、9番目の A と、キーワードの C が一致しないため、ここは×になって、次の8番目で、また探しますけど、最初の B なので、キーワード合わないということで×になって、9番目の方に行くんですけども、9番目はもうキーワードの方が長くなっているので、もうこれで、サーチが終わるってことになります。そして結果としては、4番目から始まるところ、テキストストリング4番目から、キーワードに一致するところが見つかるというのが分かります。
で、KMP 法っていうのは、そのシンプルサーチでは1文字ずつずらしていたのを、ずらす量を変えれば、試行回数が少なくなるので、もっと計算量が少なくて済むのではないかという方法で、心肺関数っていうものを用いて、ずらす量を計算するっていうことになります。その心肺関数の式が下のようになってます。心肺関数は、キーワード内で、どれくらい飛ばせるかっていうものを計算します。で、例として、キーワードとテキストリングがこのようにあるとすると、1回目だと、C で途切れるわけですけども、次、シンプルサーチだと2番目の方に行きましたけども、この場合 AB キーワードに AB が2回出てきているので、1番目の AB を、4号の方に持っていくことで、その処理を減らすことができますけど、AB が合っていることは分かるので、C から探すことになって、 C が合っているで、7、8、9と調べていって合っていることが確認できるので、結局4番目から、テキストストリングの4番目から、キーワードが存在するってことが分かります。で、失敗関数はキーワードを使ってやるもので、どのくらいずらせるかっていうのを示すものなんですけども、先ほど6番目で、失敗したので、3つずらせるということで、C を3つずらしてみると、先ほどのように、C から操作を始めるような感じになります。で、次に、BM 法っていうのを紹介します。 BM 法は、今まで KMP 法やシンプルサーチでは、キーワードの先頭から順に見ていって適合しているかどうか確認していきましたけど、今度は末尾から照合していくことでずらせる量を増やすという方法です。例として、先ほどと同じような例を使うと、キーワードの6番目からキーワードが6文字なので6番目から照合していくことになって、6番目が間違っているので、次に、後ろが数えていって、C が出現するところを、テキストストリングの、2番目に C が出現するところに、C を合わせたときにどうなるかを調べるので、このような配置になって、下のような配置になって、9番目から見ていくと、4番目まで調べていって全部適合することが分かるので、テキストストリングの4番目から、キーワードが存在するということが分かります。で、そのどれだけ飛ばせるかっていうのを、測るためにスキップ関数というものがあって、キーワードの末尾から何文字目に目的の文字が存在するかを示す関数です。例えば、ABC、ABA っていうのがあると、もし、A でミス、なんていうんですか、C でミス、適合しなかったとすると、持ってくる 3つ動かすことができるので、こっちだと、テキストストリングに対して、キーワードを3つ動かすような感じにできます。A とか B でも、同じような操作になります。その他の文字っていうのは ABC 以外の文字で、キーワード内には存在しないので、6つ飛ばせるということになります。ということで、シンプルサーチよりも速くなる
計算量が少なくなるということになります。で、今度は複数のキーワードを調べる方法として AC 法があります。 AC 法っていうのはマシン AC と呼ばれる一種の有限オートマトンを複数のキーワードから構成して、これを入力してテキストストリングに与えることで文字列照合を行う手法であります。有限オートマトンっていうのは、有限項の状態の遷移と動作の組み合わせからなる振る舞いのモデルで、現在状態から遷移主流状態、遷移のきっかけとなる条件を列挙することで定義されています。この例は次で見せます。マシン AC っていうのは、GoTo 関数とフェイリア関数とアウトプット関数からなります。 GoTo 関数は入力によってどのような状態に遷移するかを表す状態遷移図、フェイリア関数は GoTo 関数で遷移が失敗したときにどのような状態に移行するかっていうのを示す関数で、アウトプット関数はある状態になったときに、どのようなキーワードが検出されるかを表す関数です。で、例として、A、B、B、C、B、A、B、D、A、B、C、D、E のキーワードからなる、マシン AC を構成するとなると、GoTo 関数が、左の A のような図に、フェイリア関数とアウトプットはそれぞれ B と C のような感じになります。で、これを、テキストストリングが、XB、A、B、C、D、E、X のような、だった時ようなものだった時に、例1の、先ほどの GoTo 関数とかフェイリア関数とアウトプット関数に、入れてやる入力として入れた時にどのような線になるかっていうので、先ほどの、GoTo 関数を見ると、ABD 以外は、また0に戻ってくるっていう風になっているので、X ではまず0で、B 入れると、B がここにあるので、3の状態に移動します。次に、A が入るので、先ほどの B の状態から、A につながる遷移できる A を入れた時にどのように遷移するかというと、5の方に遷移します。で、次に、また B が入力として出されるので、それについて見てみると B があるので6の状態に遷移します。で、6の状態に遷移するとアウトプット関数に、6があるので、BAB と AB が検出されたことになります。次に、6の状態から C という入力が出たときは、6の状態から C に続く C が、条件となる遷移がないので、フェイリア関数によって、S が、状態の数なんですけど、6の状態から2の状態になります。で、2の状態から再度 C を入力するので、2の状態から8の状態に行くことになります。で、8の状態になったので、BC が検出されたということになります。で、D が次入力として入るので8から9に遷移することになります。で、9が2遷移したので、D が検出されたよということになります。で、次に、入力が E となるので、先ほどの、遷移図からすると E にできる遷移があるので、10に移行して、10に移行すると ABCD っていう文字列が、見つかりましたよということになります。で、次に X は、テキストストリング内に含まれてないので、
フェイリア関数によって10から0に遷移して、なおかつ X は A でも B でも D でもないので、0に遷移するということになります。で、本日の発表内容としては全文検索として、文字列照合をするという、発表をしましたが、まず、シンプルサーチっていう、単純な検索方法、そして、その試行回数を減らすために KMP 法、そして BM 法があって、さらに複数のキーワードを扱うことができる AC 法を紹介いたしました。これで発表を終わります。